30代ってめちゃくちゃ重要だと思いません？かなり人生の分岐点が多い気がしますね。ガッてこう2つにこう分かれてくる年代だなって。言われるうちはまだ花だと思うんですよね。結構怒られてたからありがたかったですね。どうもゆめこです。こんにちは、佐竹です。はい、さっきあの20代で、ね、すべきことということでね、そのテーマでお話しさせていただいたんですけれども、じゃあ次30代お、ね、30代ですべきことっていうのもちょっとお話ししたいなと思っております。で、あの私もね、一応30後半に なりましてですね、まあ、ちょっとね、佐竹から30代こうすべきだよっていうのをちょっとね教えをこむりたいと思っておりいるんですけれども、いやいや、まあそんなね、はい、あれですけれども、30代ってめちゃくちゃ重要だと思いません？いや、もうね、20代の時と比べてやっぱちょっと気の引き締め具合が、うん、でも全然違いますね、うん、はい、30代っていろんなことが変わるんですよね、はい、仕事だけじゃなくて、はい、例えば結婚する方って結構30代多いです。多いし、はい、お子さんができたりとかもあるでしょうし、はい、そのライフスタイルが結構変わったりっていう局面もあるし、はい、まあ、当然あとは仕事に関しても責任のある仕事を任されたりだとか、指導する立場になる人もいるでしょうし、でグローバルな、ね、会社にいる人なんかは、うん、ガンガン海外に、はい、生かされるかもしれないし、いろんなことがこう大きく目まぐるしく変わっていく可能性が非常に高い、多分10年間だと思うんですよ。かなり人生の分岐点が多い気がしますね、うん、そうなってくると20代のようにこう経験して失敗してとにかく攻めていけっていうんじゃダメな部分もあるわけですよ。それだけでは怖いです、失敗が。まあ失敗はまあね、当然するんです、それはしちゃいますよ、人間だから。してもいいんですけど、やっぱりその仕事の仕方とかマインドをこう一気に変えてギアを一気に入れていく10年間にしていかないと、今度40代にこう響いていくという、そういった非常に重要な10年だと思うんですよね。そうですね、うん、やっぱりその僕らも面談してて、僕結構30代とかも多いんですよ、面談するのが、はい、やっぱり30ぐらいになってくると、まあ社会人経験もそれなりにあるわけですから、はい、結構皆さんいろんな考えを持ってたりとか、こう、まあ、仕事でどんなことをやってきたって、まあ、それぞれ違うわけですよね。そうですね、やっぱり決定的にこう違うのはやっぱり、ね、マインドの持ち方は本当に、あ、この人は、まあ どこ転職してもやれる人だなって思う人は、やっぱりちゃんとしたマインドを持って、はい、そこにちゃんと目的意識を持って日々仕事をしているなっていうのをこう話を聞いててすごく感じる。で、逆にそういうのがない人は結構自分が何を毎日しているのかっていうのを、まあ、淡々とやってるというか、こうただこう会社に行ってしまって、まあ、日々の業務をこなしてただ帰ってくるみたいな、なんかそこにこう高い意識を持った仕事をしようってい こうマインドがない人もいるわけですよ。だから結構こうガッとこう2つにこう分かれてくる年代だなって、こうエージェント側からするとちょっとそういうのも感じるんですよね。だいぶ差がつきますよね。差がつき始めるっていう、しかも30代前半と後半でもだいぶ違ってくると思う、うん、まあ、20代でいろいろ試行錯誤をやった上で、まあ、なんかこう自分の納得いくように実らなかったら、もう最後30代前半でどうにか取り返せればなんとかなると思う、うん、でもそこでもう怠ってしまったら、もう30後半になったらもう結構ね、もう取り返しつかないところまで来ちゃってる気がする。うん、なるほど、厳しいですね。そうじゃないですか、なんか、まあ、そうですね、うん、だからその30前半まで、そのマインドの切り替えは30前半までにはマインドを切り替えた方がいいかも、危機感を持った方がいいかもしれない、うんうん、やっぱりその30
体で自分は何を目指すのかっていうところは、はい、結構軸として形を作っていかなきゃいけないっていうふうには思いますよ。そうですね、うん、例えば、まあ、それは人それぞれいいんですよ、目標設定っていうのは。ただやっぱりこう自分はマネージャーになるんだとか、うん、海外駐在して仕事をグローバルにしていくんだとか、はい、まあ、いろんな職種によってそれぞれの目標はあると思うんですけれども、はい、まあ、そういったところでちゃんとそれを立てて、目標を立ててちゃんとその行動をしているかどうかっていうところがすごく重要になってきていて、はい、で30代の転職も多いじゃないですか、はい、で僕ら転職エージェントとして企業さんにまあ紹介をする立場でですよ。でそこでまあいろいろとお話を聞いて書類を見て、紹介するわけですけれども、やっぱこの人を紹介していいものなのかどうかっていう迷いが生じるのがやっぱり30代で一番多くて。そうですね、うん、それはまあできれば僕らもサポートはしたいと思うんですけど、まあ、ある程度そこで差がついてくるので、まあきちっとまあ、軸をきちっと持ってですね、で転職、なぜ転職するのか、転職先でどういうふうなことを目指してやっていくのかっていうところを明確にしていかなければいけないっていうのが、まあ、本当30代だと思うんですよ。そうですね、うん、だからすごく大事ですよ、この10年間は。かなり大事、いやもはや佐竹さんはね10年間っておっしゃいますけれども、私の中では30代の5年間かな、最初の5年、最初の5年が一番重要と思う。なるほど、最初の5年である程度の武器を作っておかないと、うん、後半はどうなるんだろうっていう、うんうん、30代ってもう出世したしていく人と、そうしていかない人が多分企業の中でも出てきますでしょ。そうそうなんですよ、うん、で別にね、うちは転職エージェントだから転職を軸にお話ししてますけれどもね、別に出世に興味ないんだったら興味ないでいいと思うんですよ、うん、であればもう今の会社に残っちゃった方がいいんじゃないって思う。でももし転職するんであればやっぱり何か秀でてないとライバルにはね、武器がね、うん、ちょっと勝てないっていうところはあるから、転職を考えてさらにいい環境に行きたいのであれば30代前半までには何か自分の何かこう、なんだろう、こう武器になることを持っておいた方がやりやすいですよね、うん、そうですね、うん、マネージメント経験なり、例えば、まあ、簿記の資格取ってね、そういうバックオフィスの仕事をやるとか、うん、あとは、まあ、その専門知識、専門的な、スキルを身につけるとかね、うんうん、人脈作るとか、うん、そうですね、うん、まあ、大事ですよね、うんうん、だからまあいろいろ面談をさせていく中で、実際僕らが企業さんから高評価を得ている30代の人っていうのはやっぱそういったところのマインドっていうのはやっぱ持ってますし、はい、まあ、それなりにその職務経歴を見ればすごく分かるっていうところです。まあ、そういったところを踏まえると30代は40代につなげるための重要な時期で、まあ、ゆめこさんがね最初の5年って言ってましたけれど、まあ、確かにその最初のスタートの時点でこうギアを一気に入れていく、はい、っていうところで、失敗も20代で経験してますから、その辺のスキル的なところもきちっとこう成果としてつなげていき、かつ、まあ、それを下にこう指導していくっていう立場になっていくっていうところを考えると、まあ僕個人としてはそういう、ね、まあ、出世意欲っていうのと違いますけど、その仕事に前向きな人をこう増えていってほしいなっていうふうには、うん、思ってるので。そうですね、うん、まあ、結構非常に重要な時期ですよっていうことを、まあ、あんま認識してない人も結構いるんですよ、はい、うん、だからちょっと心配になっちゃうんですよ、その40、50になった時どうなるんだろうかとか、だからそこは、まあ、なるべく面談の中で
言うようにはしてるんですけどね。ね、うん、本当に佐竹はちゃんと言うようにしてるんですけどね。私うるさいと思われてるかもしれないですけど、まあまあそれはね、うん、でも言われるうちはまだ花だと思いますよね。まあ、多分会社の中でもしかしたら言われてるかもしれないですけどね。それ言われてるんであればまだ幸せだと思いますよ。まあそうですね。でも本当30後半ぐらいになってくるともう言われない、諦められちゃうっていう感じだから、うん、そこまで言ったらもう本当にちょっとかわいそう。本当に僕ら結構怒られてたからありがたかったですね。そうですね、うん、ありがとうございます、はい、私もいろいろと過去の上司には感謝しております。はい、はい、まあ、まあそういう30代で、まあ、皆さんその転職する人も含めて、まあ、30代、まあ、攻めの姿勢でマインドを変えてギアを入れていってください。はい、私も30後半なんでね、今ちょっとそれを噛み締めて頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。この放送は貿易国際物流の業界に特化した転職エージェント株式会社 HPS リンクの提供でお送りしました。世界と渡り合う貿易の業界でワンランク上の転職サービスをお求めの方は HPS リンクで検索ください。皆様からの転職のご相談をお待ちしております。